平成29年7月27日、阿蘇市内の巻で、阿蘇三条観光復興推進会議の設立を目指す設立準備会が開かれました。設立準備会には、阿蘇市をはじめ、阿蘇三条の観光業者や、県、環境省などから30人が参加して開かれ、最初に佐藤阿蘇市長が、魅力的な阿蘇三条の観光というものを新たな視点も含め未来へつながるよう皆さんと探っていきたいと挨拶しました。そして防災学術連携隊の米田雅子事務局長を座長に会議が進められ、阿蘇市の観光課職員が阿蘇三条観光復興ビジョンについて説明しました。続いて阿蘇三条や草千里で営業している人たちがそれぞれの立場から現状を報告しました。この中で観光関係者たちは、阿蘇観光では観光客に加工を見せるのが一番喜ばれる、安全面を考慮して B ゾーンを開放し早く加工観光ができるようにしてほしいなどの意見が出されていました。この阿蘇三条観光復興推進会議の設立準備会は、阿蘇地域や熊本県、さらには九州の観光振興を目的として官民一体による推進会議を立ち上げようというものです。阿蘇市では今年の秋をめどに阿蘇三条観光復興推進会議を設立して、阿蘇三条観光の復興を推進したいとしています。